オルレアン公爵、ルイ・フィリップ二世ジョゼフは、フランスの王族で、オルレアン派を率いた指導者である。ブルボン家の文家の一つである、オルレアン家は、フランス王国の5%が領地である、有数の富豪であった。公爵はその財力をもって、王位を狙う野心化で、高等法院と王権との争いに介入して、宮廷と対立し、革命前に最初に国王に逆らったことで、 自由主義貴族の代表となった。王妃マリー・アントワネットを盛んに中傷し、その性的であったことでも知られる。バスティーユ襲撃事件を誘発し、フランス革命が勃発すると歓迎して、フィリップ・エガリトを自称した。息子は、シャルトル公爵及びオルレアン公爵を継承し、7月王政の王となったルイ・フィリップ一世である。オルレアン公、ルイ・フィリップ一世とコンティ公。 ルイアルマン2世の娘、ルイーズ・アンディエット・ド・ブルボン・コンティの間にサンクルーで生まれる。モンパンシエ公、シャルトル公となり、1769年、ルイ14世の処刑のひ孫娘、ルイーズ・マリード・ブルボン・パンティエーブルと結婚し、1785年に父の死によってオルレアン公となった。私生活は宝刀かつ無節操で民衆に解放した自分の宮殿パレロワイヤルは、 歓楽街として使われ、政治的な危険分子はもちろん、勝負の溜まり場にもなった。1771年には、フランスフリーメイソンのグランドマスターとなり、2年後にフランスグラントリアンを創設した。アメリカ独立戦争を支持し、首飾り事件が起こるとそれを、マリー・アントワネットを攻撃するのに利用した。彼は二度の名士会の代表として、宮廷の決定に反対した。 多くの裁判官区の貴族から全国三部会に選ばれた彼は早くから第三身分に加担し、1789年6月25日には進歩的貴族46名の先頭に立って国民議会に合流して貴族の反乱を主導した。バスティーユを占領することになる民衆は彼の宮殿パレロワイヤルから行列を組んで出発した。 性的ラファイエットに敗れて一時イギリス施設となったが、1790年7月に帰国した。憲法制定国民議会では、ミラボーと結んだが、1792年8月10日事件で、王権がなくなり、共和制が宣言されると、元時期国王候補者の彼は、うさんくさい目で見られ、それを打ち消そうと、国民公会でも再左翼に位置したり、貴族称号を廃止し、 呂道のフィリップと自称したりした。1793年1月18日、ルイ16世紀の処刑にも賛成票を投じた。1793年3月27日、デュムーリエ将軍が息子、ルイ・フィリップと共に革命政府の打倒とオルレアン家を利用率を図って失敗すると、フィリップエガリテはジロンド派によって、息子が祖国を見限ったことや、 共和制転覆の権威を受けて告発された。そして4月3日に逮捕され、国王一族と共に、マルセイユのサンジャン城に遊兵された。彼は、ルイ16世に代わって大いに就こうとしたとの容疑を、否認したが、パリの革命裁判所で財産を没収され、11月6日の、遊国、革命広場の断頭台で処刑された。46歳没。意外は、マドレーヌ墓地、 FR に埋葬されたが、後に、墓地の閉鎖に伴って、遺骨はカタコンブドパリに移送されている。妻、ルイーズ・マリーとブルボン・パンティエーブルとの間に産卵に、女を設けたが、双子の姉妹のうち一人は養成した。ありがとうございます。